すごい車来ましたよ。豪華キャンピングカーでございます。豪華キャンピングカーの世界、教えてくれるのはアラウンドジャパンの藤原さん。今のキャンピングカーどうなってるの。すごい。早速中を見せていただきました。これはすごいな。豪華すぎませんか。ちょっといやどうですか。えもう暮らせますよねえ。これベッドがあるんですよ。二段ベッド、そしてここはキッチンがある、水回りもある、冷蔵庫ある。憧れですよ。あの性能がやっぱりどん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 と、はい、上がってきてまして、テレビあり、レンジ、電子レンジですか、レンジあり、そしてまあこういうところのね窓も、そうですね、気持ちいいじゃないですか、ね、ルーフのセッティングもとっても簡単。キャンプなどでゆっくりとくつろげますよ。アウトドアフェスではキャンピングカーの世界も楽しんでください。当社はレンタル会社でございまして、キャンピングカーを、お安く、はい、お気軽に使っていただこうというところで、あのレンタル会社をやらさせていただいています。どう心ちゃん、彼氏がもしできて、はい、彼氏がデート行こうぜ、週末行こうぜという時にこれできたら、いやもうとびきり惚れてまいますね。いやもうそんな目玉、ね、サプライズデートやわね。これでも全てオプションで貸し出しの方が、あ嬉しい嬉しい、はい、もう手ぶらに近い感覚で来ていただいて、うん、でまあ車乗って、でこういうオプションなんかも借りてアウトドアを気楽に楽しんでいただくという。ヒカルスアイ、キャンプかけるこのシェアリングっていうのはすごい伸びてます今。やっぱりコロナの需要でホテルよりもこのキャンプが、みんなユーザーがこの移動していって、こうキャンプ市場とかね、すごい伸びてます。お客さんも多分増えてると思うんですけど。気になるお値段は？車は平日1日あたり2万4000円から。安い。はい、で6人で行けるから。そうですね。1人4000円で行けますね。割り勘したらいいんだ。そういうことです。はい。すごい。ちょっと思ってたよりかは。そうですね、お手軽でしたね、まあ、そういう時代になってきたんだね。そういうことです。